するか、大丈夫か、さあ、ゼッケン2番のツレ選手ですね、マシンが CB4250R ですね、広船県からこちら選手、新しいマシンだというのに、なかなか素晴らしいライディングを見せております、そのタイムがなんと1分49秒です。S クラップ前走のトップタイム42秒でございますけど、さあここからどっか縮めていけるんでしょうか。スタッフの標準連発のタイムで、大体全部44秒5秒出ております、最初の速度中華タイムが大体35秒ぐらいでしたけども、さあそしてこの最後の向こうのセクション帰ってくるタイミングが50秒ちょうどとなっております。さあ前半折り返すタイミングで50秒ちょうど、さあこれのタイムは吉と出るか京と出るか、フリーさんはあんまりフリーでもなんでもない感じ、そして帰ってきます。ここは倒れじゃなくなります。